え、前歯2本抜いたの？うん。え？それやばいじゃん。痛い？うん。痛くないの？うん。あ、よかったじゃん。もともと抜ける予定だったんだ、じゃあ。めっちゃ頑張ったの。すんごい偉かったよ。そうなんだ。いやいや。麻酔とかするの？よかったね、それで大人になるんだよ。いい。あんま見えないのか。2本って何？前歯の2本？うん。前の2本はないの？うん。奥じゃないんだ。もともとこっちの上の方がさ、なんかグラグラしてたじゃん。そっちじゃないんだ。うん。泣いた？うん。泣いちゃった？ま、今まだできない。でもないな、日本どころじゃなくて、なんかいっぱいないように見えるな。あれ、あ、いた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 、ちょっと待って、ほら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 、ゆずちゃん歯もらってきた。危ない、なくしたかと思った。見てみたら、こんな感じ入ってるんだよね。どう、ちっちゃかわいい。こんなちっちゃいのかな。指輪と一緒に見といたら、うーん、私頑張ったね、偉かったね。で、見て、こんなにちっちゃいね。え、大変だったんだよね。なんでこんなにちっちゃいの。だって、ゆずちゃんの歯ちっちゃくて、大人だね。あれ、ケーキどうした？ん？ケーキ。なんだっけ、ケーキ。え、そんな入ってるよ。うん。はるちゃんも何？そうだよ、はるちゃんはただ遊んでただけだよ。本当に欲しいんだから。すごっ、 でかっ、 でかっ、これ、測るじゃん、測れるやつじゃん、測れるねえ。何するの？電池だこれ。電池いるこれ。そう、今押せないの。
それはそうよ。バーバね、真ん中にはお腹はもう大丈夫？空いてる？いや空いてるさ。パックリン痛さもないのもう痛さない痛い。ジジイちゃんみたいんだよ。いい？いやキャップ先生キャップそうだよ、ミニオンの声だよ。食べたな、食べたな、食べたな、あにゃー、あにゃー、あにゃー。誰かの声に似てる。キティシャ、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 キティシャ。ゆずちゃんがご飯なんても持っていったらいい。あのさ、そしたらさ、サビだらけになったら。なんないよ。最近屋根に乗っけたりとかしないの？ん？屋根の上に投げる。痛い？痛くない。もう大丈夫なの？早いね。はるちゃんにさ、こうやって開けてさ、ポイポイ投げられたの。そう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 。だからさ、パクって食べられちゃうかもしれない。はるちゃんがパクパクしてる可能性ある。ママのさ、大事なもの入れのさ、引き出しに入れておくから、ママってめっちゃ大事にしておくから。わかった？うん。あさ、見たかったらさ。あ、見たかったらママに言って。うん。さ、高いところね、低いところだと、あのさ、はるちゃんが開けれる可能性あるから。わかった。喋りづらい？昨日はね、うん、でも今日は喋りやすい。ママ、うん、ママ今日ね、はい、何がご飯、あ、ご飯食べれそう。でもさ、食べれないやつもある。柔らかいものがいい。うん。ほら、すごいでしょ。すごいんだよ、これ。